ウンドガールは安月みなみ。安西ゆいか。市橋直穂。以上の3名でラウンドガールをお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。フェザー級の一戦を迎えました。注目です。長倉辰尚、8ヶ月ぶりの試合。そして向かって左側の韓国人ファイター、驚異の21歳チェ・ドゥホ、日本人キラーとも言われています。アクシデントで、2度試合を欠場しましたチェ・ドゥホ、久々の登場です。さあゴンが鳴りました。北岡さん、注目の試合が始まりましたね。はい、そうですね。やっぱりちょっとチェ・ドゥホは注目してしまいますよね。はい、なんといっても勝ち方が非常に豪快でありました。そして衝撃でありましたチェ・ドゥホです。そうですね、ちょっと化け物感ありますよね。はい、はい、対する長倉さんも強打のハードパンチャーですよね。本当にハードパンチャーだってよく聞きますね。あ、そうですか。はい、正真正銘の、はい、かつては KO キングと言われました。 KO の山を築いてきた長倉、と、いいすね、お互いパンチ打ってきま す、ちょっと表情変わりましたよね。はい、ちょっとスリリングですよね、2人の距離近いですよね。はい、さあどちらのパンチが相手を打ち抜くのか。チェドン選手は膝もありますからね。そうなんですよね、ところ深いですよね。はい、組み技も相当な実力あると思うんですよ、今までの試合見てる限り。まだそこが知れない21歳です。熊子さん、はい、する長倉としてはですね、これ非常に試される一戦とも言えますよね。そうですよね、これストライカー、ね、対決ですからね。やっぱりね、ここで勝つとか負けると、やっぱね、その ランキングはないですけど、ランキング的なものがやっぱ上がる下がるが大きいですからね。大きいですね。はい、目でフェイント入れました、ね、あ、右ストレート前出てきました。右で返します、長倉です。左バッキングで返す、ボディ打ちも混ぜて右クを切ります。組みついてきました、長倉組んでいく。チェ・ドゥホが押し込んでいきました。逆に1回組んだことをチェ・ドゥホが大事にしてますよね。はい、左脇を刺しています。足を取りに行くのか長倉です。ロープを背にしています長倉辰尚。離れ際深追いはしませんでしたね。はい、右、右ストレート早いですね、早いですね。これ北岡さん、はい、チェ・ドゥホの右のパンチモーションが少ないんですかね。そうですね、はい、見えづらいんじゃないかなと思うんですけど、はい、逆にチェ・ドゥホの頬も赤く紅潮してますよね。あ、そうですか。左のパンチ当たった証明だと思うんですよね。あ、おお、狙ってますね。長倉一発を狙いに行く。そうですね。はい。やっぱ右手を思い切り上げて反応しますよね。もうらいたくないんでしょうね。そうですね。入りましたね。さあどうだ。入りましたね。聞いてますね。聞いてます。ここチャンスだと思います。首を掴んでいます。早く離したいですね。チェドゥホ取りましたね。まずは長倉、おっと、チェドゥホは組んだ状態から倒すか。簡単には倒れないですよね。はい。
そんな意地はないですよね。いや右踏み込んで打っていきました。いいですね。まだダメージあるんじゃないですかね、はい、今はちょっとサウスですね。右シェードフォンを右返していきます。引っかかりましたね、ボディのね。俺の中のシェードフォンの幻想を破ると大きいですよね、はい。まあ一時期はこの王座決定戦タイトルマッチも決まっていましたチェ・ドゥホです。1年前横田和則と王座決定戦が決まっておりましたが、そのチャンスを不意にしてしまいました。1年ぶりの登場となります。総合格闘技デビューは2008年、過去に柔術やサンダでの大会で優勝したことがあるチェ・ドゥホです。画面向かって右側、あの帯谷信弘あるいは石田光弘を破ってきました。その存在が一躍、おっと右左、ちょっと左の距離が合いましたよね、チェドゥホの先、はい、そこからの右ですよね。左から右ワンツー、ね、はい、伸びますね、伸びてきます。ちょっと当たって効いてるがゆえに狙いすぎてる部分はあるかもしれませんね、長倉さんが。長倉先ほどはいいパンチを当てました。しかし熊久保さん、チェドゥホも積極的に来ますね、左。あのぐらつかした印象があるので、左ジャブ、はい、まあ、この残り時間でどこまでチェドゥホが印象を取り返すかですよね、ジャブ伸びてきます。これです、ジャブから右ストレート、ワンツー、ね、はい、少しあのヒット数上がってきましたよね。いや非常にこの速い、そして伸びてくる印象があります。長い距離のパンチを使って長倉選手が入ってくると左フックですね、はい、これ北岡さん、長倉としてはジャブ怖いなっていう印象今ありますかね。そうですね、あの外して動いて、はい、変えてますよね、はい、位置を。これです、はい、反応しています。リーチももちろんなんですけど伸びもありますし、はい、軌道もいいんじゃないですかね。コーナー詰められました、はい、このジャブで す, いいです、ね、はい、フェイントから。そうですね、長倉さんもこれ1個取り返しに行きましたよね、はい、ボディ、はい、ここでゴング、第1ラウンドが終了です。いやー、しかし熊久保さん、スリリングな5分間でした、はい、そうですね、やっぱり2人ともね、やっぱ一発でその試合を終わらせるやっぱ強打を持っているので、やっぱそれがいつ炸裂するかっていうところはね、見応えありましたね。そうですね、緊張感半端ないです、まあ特に北岡さん、一つハイライトはですね、右のパンチ長倉当てましたけども。そうですね、はい、いや、まあ、確実に効いてましたよね、すごい大きく揺れてましたよね、はい、で、あのこれ、まあ、まあ、ここあくまでディープの日本のリングなので、あのもう間違いなくあのこれはラウンドバストではないんですけど、まあ、長倉さん構成の印象だとは思うんですけれど、これ北米とかだったらあのたらればの話も仕方ないんですけど、これ下手するとチェズフの方がヒット数が多いという判断があるかもしれないですよね。はは、まあ、この辺どう陣営が判断してるかですよね。世界的なプロモーションとはまた違うとは思うので、これは、はいはい、両陣営がどう判断してるかですよね。そうですね、試合はこの後第2ラウンドへと向かいます。ファイナルラウンド、1ラウンドでは右のパンチを当てました長倉です。しかしこの終盤にかけてはジャブを的確に当ててきますチェ・ドゥホ。このジャブ前出る長倉、おっと、一瞬コーナー、まあ、2ラウンドっていうのもミスですよね。これがもう最終ラウンドですからね、はい、一瞬コーナーで棒立ちになりましたが、あー来ましたね、来ましたね、ギラがギラがギラが、さあどうだ、組みついていく、長倉組みついていく、いやー、気が抜けない、気が抜けない、しっかり組んで組んで組んで回復させるのもあった方がいいと思いますね、はい、刺した状態、もろ出し、もろ出しから、さあ倒すか、倒すか、あー、いいですね、上だった、このトップは、ここで上を取った、このトップは大きいと思いますね、はい、しっかりクリンチして休んでいいと思いますね。チェ・ドゥホが投げに行きましたが、それを崩していく、立ち上がる、立ち上がる、体の強さ、来ます、来ます、来ますね、来ますね、フィジカルの強さ、止まって、止まることの距離を取りたいですね、はい、回りたいですね、回りたいですね、止まっちゃダメですね、この場所はダメです、この場所はダメですね、石田戦を思い出す、コーナーに立つと危ない、あ、戻りましたね、戻りましたね、仕切り直しですね、まだまだ左来ますけどね、左来ますね、しかしこの左のジャブが怖い、足動かしたいですね、長倉さん足動かしたいですね、左のジャブが怖い、チェス狙ってますね、狙ってますね、チェットホが追い詰めます、チェスもまだまだ左軽くついていいんじゃないかなと思うんですよね、あ、右、いいですね、早い、いいですね、切り替えいいですね、あ、打ってこいとアピールします、長倉選手が右のオーバーハンドですね、はい、左フック膝アウト、右、右、右、来ましたね、来ましたね、ギラが、ギラが、ジャンピングミドルですよね、これは危ないですね、これは危ない、これは危ない、
い。レフェリーも判断難しいところだと思うんですけど。バックに回る、バックに回る。あ、賢いですね、賢いですね。ポジショニングを選びましたね。バックバウンド。そうですね。さあ、強いパンチを打ってくる。強いパンチを打ってくる。かなり効いてるとは思うので。はい。いやー、やはり熊子さんパンチ早いですね。復活させたくないですよね、はい、復活させたくないですね。シェドウシュバックに続いた、ね、ここでスリーパーか。まだ位置が斜めってるので少し取り切るのは難しいかとは思うんですけど、止まると良くないですね。止まると良くないですね。さあ、スリーパー、スリーパー、スリーパー、どうだ。あれ、マウント取ってますね。マウントになりますか。整体して、整体して、はい、そうですね。マウントになりました。来ません、来ません、来ません。おー、いいですね。しかし、いいですね。足関節ヒールホールド、ヒールホールド。さあ、長倉がヒール、ヒール、ヒール。さあ、どうだ。北岡さん、これどうですか。ヒールは、はい、不十分か、不十分か。最初の形は悪くはなかったんですけれど、はい、角度がしっかりつけられませんでしたよね。うわー、そしてパンド打ってきます。それでもちゃんと冷静に対処してる感じです。さあ、強いパンチ。いや、熊岡さん、これ強そうですね、このパンチ。よく立ちました、よく立ちました。ヒールが、ヒールが、ヒールが、あ、危ないですね、危ないですね。左、左、でも頑張りますね、頑張りますね。これ、レフリー難しいですよね。鉄椎連打。さあ、どうだ、長倉、長倉、片足掴んでいますが、うわー、まだ耐えています。ああ、背を向けるが、こうだ、こうだ、危ないですね、危ないですね。よく、よく前、よく前、はい、よく前で組んでますね。食らいついていきます、食らいついていく。シェードフォー動きが止まらない。冷静です、冷静です、冷静です。素晴らしい対処だと思います。どうだ、どうだ、動き止まるか、鉄椎か、鉄椎か。難しいと思います、難しいと思います。トップはこれはどうだ、まだ動きが止まりません、動きが止まらない。さあ、どうだ。相当効いてますね、はい、効いてますね、鉄椎落としていきます。長く動きたいですね、はい。長倉も動きを止めない、動きを止めない。あ、出血があります、出血があります。これは相当パンチをもらっています、相当な数もらっている。セコンド判断してあげてほしいですよね、はい。あ、鼻から出血です、鼻から出血があります。いや、しかし熊子さん、これ殴りつかれないですかね。いや、あの、今も乗ってますからね、強い選手が、はいはい。あ、どうだ、もうダメか、もうダメか。あ、もう一方的になりました、一方的になりました。立ってる状態でしっかり組みたいですね、はい。そう、整体した状態で膝来ます。あ、膝来ます、膝行く。あ、打ち合うと危ないですね、はい、危ない、右、うわ、危ない。組みました、長倉なんとか組んできました。いや、立派だと思いますね、本当根性ですよね、本当に。ああ、もうこれは立ってるのがやっとか。危ないですね、危ないですね。ああ、タックルに行く、難しいとは思うんですけれど、まだ1分あります。またバックからパンチきますね。冷静ですよね、長倉にとってはとてつもなく長く感じてるはずです。あと1分あります。後ろからパンチ、後ろからパンチ連打。ああ、タオル投入、タオル投入。セコンドが止めた。いや、すごい試合でした。2ラウンド TKO、 またも日本人を食らいました、チェドゥホ。やはりこの男恐ろしい、21歳。いや、長倉さん、よく頑張ったと思います。素晴らしい試合だったと思いますね。試合タイムは2ラウンド4分14秒。いや、胸張ってほしいし、セコンドのタオル投入によりまして TKO、まあ、チェドゥホ、チェドゥホ素晴らしいですね。これすごい試合でした、本当に素晴らしい。ノックアウト勝利。いやー、熊子さん、はい、振り返ってお願いします。すごい試合でしたね。あの、チェーンフォーのあれですが、飛び膝のフェイントをして、あの、右のミドルをジャンピングした当たじゃないですか、はいはいはい、あそこやっぱりね、あの、名古屋選手ガクッと落ちたので、はい、あれが効いたんじゃないですかね、はい、はい。でも、名古屋選手素晴らしいファイトでしたね。いや、タフですね、はい、あのね、逃げないで戦いましたからね、はいはい、最後まで食らいついていきました。最後まで諦めず食らいついていった長倉の奥のファイティングスピリット。まあ、それよりもやはり恐ろしいのはチェドゥホですが、はい、はい、もう打撃がやっぱ綺麗だ、素晴らしいですね、ものすごいですね、はい。北岡さん、やはりこれタイトルを狙える資格十分持ってる選手ですね。そうですね、はい、まあ、タイトルもそうなんですけれど、はい、本当に素晴らしい選手だと思いますね、まあ、今回ピンチがあったゆえに、またその強さがまた浮き彫りになった感じはありますよね、はい、はい。いや、1ラウンド一瞬危ない場面もあったんですけども、はい、幻想保たれましたよね。2ラウンドは凄まじい数のパンチでありました。さあ、マイクを持ちます、チェ・ドゥホです。こんにちは、韓国のチェ・ドゥホです。こんばんは、韓国のチェ・ドゥホです。우선이렇게또이제 DB 라는무대에서해주신사장님과우리 CM 사장님께감사인사드리는전하고싶고요그리고아오늘이때까지싸운것중에제일힘들었던것같아요아너무힘들었는것같아요今日ティープというすごい団体で戦えることができて、佐伯社長と五郎岡社長にとても感謝しております。
今日今まで戦った試合の中で一番苦しかった試合でした。一旦、저랑싸워주신中倉選手에게감사하고이제계속더발전해서지금의여기서이제머물지않고계속가서세계에서제일강해질때까지네열심히하겠습니다감사합니다今日一緒に戦った中倉選手にも感謝しておりましてこれからも世界で戦えるように頑張っていきたいと思いますありがとうございました改めて見事勝利を収めましたチェンジモ選手に盛大な拍手をあの失踪事件から1年が経ちましたチェ・ドゥホ今日は2ラウンド見事な TKO 勝利長倉龍尚を下しております